京で刑事と別れ、お国は出雲大社肝心のため大阪へ赴いた。折しも大阪は織田軍の攻撃を受けていた。お国は舞で大阪の民衆を鼓舞しようとした。業を見入られて悲しみ業を。第2話、大阪の舞。夢見せましょ。なんだ、よかったぜ。お疲れ様。心が震えたよ。特別な気持ちがする。温かい気持ち。戦いに明け暮れる俺にまだこんな気持ちがあったことによくもな、ベラ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 と。ややわん、また上手言わはって。俺たちには勝利の女神がついてるんだ。負けるわけがない。そうだな。それじゃあお客さんを歓迎してやるとしようか。心地よす。すかしやがって。何が、俺たちに勝利の仕掛けがついてる。で、俺様は好きなようにやらせてもらうぜ。なかなか手強いみたいだ。敵将岩島さん。あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。最下衆の力お見せするぜ。皆様の強さ見せてやるぜ。あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。で、織田がなんぼのもんじゃい。俺様が蹴散らしてやるぜ。格好はさせられないぜ。最下衆の力お見せするぜ。俺様も
負けてられねえぜ。俺様の強さ見せてやるぜ。てめえごときがお国さんに勝てるわけねえだろ。向こうにも敵が。なんとか持ちこたえてくれ。この俺が負けるわけないだろ。敵将今しのエコチャンス。俺様も負けてられねえぜ。お兄様、私に任せて。行きます。あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。さっさと終わりにしようぜ、信長。この後、もっと手強い相手が待ってるんだね。孫一なんかに手柄は渡さねえぜ。ついでにお国さんも渡さねえぜ。孫一、起こしやす。覗き込んだら吸い込まれそう。俺様の
さ見せてやるぜ。この俺が負けるわけないだろう。行きません。に勝てるわけねえだろ。押されてるぜ。またお相手願えるかしら。舞もいつもひとときの花やな。ただ人は情けあれ、夢の夢の夢の どうしやったんだす。己にあらぬ己がおった。人の子が悲しくて乱世を凌駕しようと戦いに明け暮れ、魔王と恐れられたわしが。切ない夢どすな。夢か。夢、幻。昨日は今日の古、今日は明日の昔や。